はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあやっていきましょう。はい、今回はねもうすでにピークに入っていて能力こんな感じになっています。で、今回の育成は前回終了後ね4段階目だったんですけど、またすぐに修行に出して、はい、今回は雪山で新技を覚えさせました。そして帰ってきてからのトレーニングは、まあ、いつものごとく瞑想と射的をやって、はい、賢さ命中に伸ばしていきましたね。で、後の方でちょっとねプールの方も重トレはやって、そしてピークに入ったところで若干ね 1,2 回ではあるんですけど変動床と、はい、ドミノ倒しをやって今回となっています。若干ですけどね、力と回避も上がってるかなと思いますね。はい、そんな感じで、まあでも結局今のところ前回までとねほとんど能力傾向は変わらないかなと思います。そして今回覚えた新技、はい、ついに来ました。もうプラントでね強い技といえばこれ種マシンガン、賢さタイプの余裕技、そしてクリティカル技で消費ガッツ27、ダメージ C 命中 C、 ガッツダウン D でクリティカル A となっています。もうこれは文句なしで今のところ一番強いかな。うん、もうダメージという意味ではダントツですよね。クリティカル率もあるんで実質ダメージ B ぐらいの、はい、期待がね持てるかなと思いますね。で、命中率も悪くないと。そして消費ガッツも結構リーズナブルというかお手頃ですね。はい、で、ガッツダウンは変わらないのか、命中が落ちて、まあ、ダメージとクリティカルが上がったっていう感じかな。はい、じゃあちょっと今回はセーブしないんですけど A で力試していきましょう。いや、今回はねやっぱり種マシンガンを覚えたことによって今までとはねワンランク違う、うん、戦いがね期待できるんじゃないかなと思ってるんですよね。楽しみ。ただ敵がね、敵が芝、やっぱりここら辺ゴートレックパワーあるんでね、どうなっていくか、まずは来ていきましょう。さあ来て、どうだろう、同じぐらいかな、能力的に若干相手の方が高いかな、微妙なところ。さあフレームどれぐらい食らう、100、あー結構食らうな。やっぱり言ってね A はパワーある。さあどうしていくか。種マシンガン、あ、ちょっと待てよ、種マシンガン打ちたいよ。 52%、 若干普通の種ガンの方はあれかな。おほほほほ、早速クリティカルも入って、あ、 5% ぐらい違いますね。まずまず、ちょっと待ってよ。種ガン、あ、ミスターミスOKOK。 あー、でも時間が、あとは種が一発でいい。よし、あ、やっぱり種マシンがあれですね、相当出てたな、8発ぐらい出てるのかな。さすがマシンガン、その割にダメージ上がってなくないっていうねいやー、あの感じ、普通のね種ガン一発でダメージ D あるんだったら S ぐらいいくんじゃないのかな、あれだけ打ってたな。そこら辺はちょっと謎だなおかしいと思うけど C ではないよな、さすがに。はい、次ラムスイートですね。はい、もう安定のこの能力、ここはね、うん、ガッツ回復で跳ね返していきたい、ね、種ガンのダメージ D だったらこれ最低でも B はあるんじゃないのっていう気はするんだけどな。ガッチョ、まあそんなにガッツダウンがね怖くないんで、ガッチョとかは全然大丈夫。ガッチョ78、ここ壊してくれると結構でかいんだけどな。もちちょっとまずい、ガッツがもったいない。よし、 50% か、50だとかわされるよな。基本的にはこれ以外に選択肢はない。桜吹雪、お、当たるな。よし、どうだ、125、どうなんだこれ。おお114、やっぱり種ガンは相当リズムがいいんだよな。どうなんだろう、ちょっと種が打っていくか。いや、やばいやばい、うわ食らった、マジで。あー、なんとか耐えてる、なんとか耐えてる、種ガンで。あー、でもやっぱりマシンガンの方が強いか。おお、やっぱり A ランクになってね敵も硬くなってるんでそんなにダメージ出ませんね。なるほど、でもやっぱり種ガンよりは全然ダメージも出るし期待値も高いか。
リズム的にはね、タネガンの方がいいかなと思ったんですけど、実際使ってみるとやっぱりタネマシンが強いみたいですね。さあ次がアーキロン。まあこいつは劣化ラムスイートなんで大丈夫でしょう。さあここまでは、ある程度順調な戦いできてるんですけど、アーキロン硬いな、こいつもあんまりダメージは出なさそう。まあここら辺は打たせていって、花粉か、何パーセント、55じゃちょっと花粉打ちづらいな。ロケパン、お、結構レアな技なんですけど、しか当たりましたね。80ぐらいで打っていこう。でやっぱり安定して 50% ぐらいなんですよね。50だとそんなに当たらないかな。ロケパン打ってこないか。よし、おお、開口令和。そっちは4発、ちょっと待って、打たないと。よし、これで結構優位に立ったんだけど、ダメージ的にどうだ、勝ってんのかこれ。相当微妙なところ 58%。 よし、おお、やはりクリティカルが出るとダメージ相当期待できますね。よし、あと一発はこれかな。 OK、 よしよしよし、やっぱりこの種マシンガンのおかげで KO もしやすくなってる。あとは後半のパワー軍団ですよね。うはは、重量級のやつばっか控えてる。まあ一人ザコもいますが、わあ、ゴートレック3連勝か、不気味だな、すげえ不気味だな。でぶっちゃけゴートレックとシバはね、ガッツコントロールでどうにかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、さあどうなるか。回避200か、 70% 花粉が 70%、 80% あれば一番いいんだけど、どうだろうな、70あるかな。まずはね、まずはこれ打たせて、よし、これかわしたのでかい。何パーセント、 74% か。まあ打っていきますけどね。ちょっと待てよ。まずいまずい、どうなってる。よしよしよし、これで28か、あんまり減らなかった。これでガッツコントロールしていきましょう。もう打たせないことは、とにかくこいつには打たせねえと。よし、勝ったな。これ勝った。あとは種マシンガンでも全然いけるんじゃないかな。とにかくね、地震が怖いんで、地震クリティカルとかだったら多分一発だもんな。よし、あ、十分十分、マイナス15ぐらいあれば全然大丈夫ですね、ガッツダウンが。よし、打っていこう。うん、この移動速度がね、移動速度がもうちょっと速ければこいつもいいんですけど、なかなかそれは厳しいな。よし、勝ったな。花粉で KO かな。頭を、忙しいな。めちゃめちゃ忙しいな。もうタイムアップしてんのに。そして1増えたらあれなんだ、 0.2% なんだ。よし、まあこんな感じでシャーキン、シバとね、ここら辺は同じ戦い方でしのいでいきたい。お、カプランいいな。いや、何気に今のゴートレック止めたっていうのは大きいですね。これで優勝の可能性がぐっと近づいた。はい、続いてシャーキンいきましょう。うん、こいつはね、ゴートレックより回避低いんで、戦いやすいんじゃないかな。ただ、ダメージ来るかな。ドリルアタックね、開幕来るんで、当たったか。あー、204。まあ、冷静に返していきましょう。80% あるんでね。ただ、逆にこれが当たらないと相当まずくなるけど。よし。30。こんな感じで、じりじりと。いや、でも結構、そこそこガッツ回復早いな。長ってそこまで遅くないのか。あ、ミスった、やばい、これやばい。完全にミスった。取り返さないと。よし、いや、そこまで遅くないな。ガリ入ってるか遅いかなと思ったんだけど、これはどっかで種マシンが打っていかないとダメか。花粉もう一発。よし、これはいけるかな。逆に残り大丈夫そう。じゃあ3つ打って確実にね。よし、勝った。ちょっと運が良かったな、全部当たったし。打てないんだったら打つ。よし、なんとか。いや、シャーキン強かった。やっぱりこの命中高いのとパワーがあるやつにはちょっと危ないですね。いや、本当にこの戦いは運が良かった。
全然負けてもおかしくなかったな。普通に種マシンガンで良かったのかな。難しいところですね。お、芝との戦いはカプランが勝ったか。なるほど。カプラン戦はね、まあ、とにかく一発なんでね、種ガンの方がいいかな。マシンガンいらないだろう。さあカプラン、とにかく一発当てることですね。でやっぱり種ガンか種マシンガンの方ってことになるかな。42、あ、42あったら全然大丈夫だ。水目アタック、これがいいんですよねまあ技としては強くないんですけど、ブーメランね、ボンバヘッド、まあ、自爆以外はですね、空爆もあるか。よし、一発で決まるかも。どうだ、あ、そうでもないか。回避されて、回避されてじゃないな、回避されず、普通にめちゃめちゃ運が悪いっていう。よし、カプラン楽勝。あとはシバ兄貴を残すのみ。いや恐ろしいな、開幕一発が恐ろしいんですよねこいつの。どうなるかな。サラムスイートも完勝で、優勝自体は、あ、まだか。あ、ゴートレック、よかった、ゴートレックに勝っといて。で、これですね、芝。はい。いや、とにかくね、開幕一発、そこをかわすかなんかすれば、相当勝ちに近づくんですけど、花粉 68% か。あ、マジで、マジで。これ勝ったかも。さあ花粉打っていきたい。これが当たれば外は暑い。よし、勝ったかな。そうでもないか。言って花粉35使うかな。3つで、お、85もある。これでいいか。あ、マジで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 マジか。固くいったつもりが、あ、27、あ、27いいよ。これでよし。悔しいだろう何もできないだろうこれ。いや、ドラゴンはね、本当にガッツ回復遅いんで、めちゃめちゃ効くはず。これは。もう一発、もう一発。よし。勝ったな。あとはもう種マシンガンで、ポンポーンと、こと足りるはず。あ、かわされたか。よし。今回のラストで、マシンガン。いや、完勝でしたね。最初のあの、ファイアブレスをかわした時点で、もう相当ね、勝ちの確率高かったかなと。いや、よかった。厳しかったのはシャーキン戦ぐらいかな。あそこはね、本当に苦しかったんですけど、他はそんなに苦しむこともなく、まあ、ラムスイートも結構苦しんだか。はい、そしてゴートレッカー兄貴は、あ、最後は負けて。はい。さあ、しっかり勝てましたね。よしよし、やっぱり強いな。まだ現状でもこの強さ、まだまだ強くなりますからね。で、人気はどうなる。当然20か。なるほど。はい、ということで今回は A ランク戦っていきました。今回もね、ちゃんとしっかり勝てましたね。まあ相変わらずね、この回避の低さのおかげでちょっと危うい場面もあったんですけど、まあ今回はこの新技ちゃんと活躍してくれましたね、種マシンガン。うん、やっぱりね、種ガンより全然ダメージも期待できて、で命中率も言ってね、うん、5ぐらいしか変わらないんで、これはね今のところ一番強いかなと、はい、改めて思いましたね。でやっぱりクリティカルも結構出ると。でその他にはこの花粉とね、蜜もやっぱり活躍してくれました。今後もね、ああいうドラゴンとかね、ゴーレムとかガッツ回復の遅い相手だと、これはかなり有効打になってきそうですね。はい、ということで、今回ね、もうピークに入っているので、次回はね、バナナ育成に入ってどうだろう。こいつ結構寿命も長いんで、バナナ育成も1年ぐらいで OK かもですね。はい、そんな感じでね、やっていきたいなと思いますので、今後の成長にご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、全ては気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。